そういった中で、やっぱり先ほどちょっと公明党の話が出ましたけれども、要するにやっぱり公明党っていうのは、そういう意味では今、派閥構想のない自民党の中で、どん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 役割が大きくなっていくっていう、いや、つい、国民の公明党への期待が大きくなってるんですよ。今までは公明党っていうのは、組閣会にいない人は公明党に期待しなかったけど、公明党を少し頑張れよと、公明党がいなきゃね、自民党が独走しちゃうよという、その一種のね、公明党に対する期待度が、ね、増えてきてますね、うん、その辺の宗教的なアレルギーってのは和らいできましたか、うん、僕はね、実はやっぱり創価学会の女性部、婦人部っていうのはね、やっぱり平和主義者だと思いますよ。だから公明党も、公明党ってのは弱いんだけど、創価学会からね、なんていう、背かれたら公明党は成立しませんから、創価学会婦人部の平和主義、これは公明党のブレーキになってるんだと思います。一方でやっぱりこう民主党には再生を果たしてもらいたいなと、そのバランスを取るためでも、民主党の再生というのは可能なのかどうなのか、どうまずね、例えば、民主党はね、集団的自衛権に一体反対なのか、反対すればどこが反対なのか、ここが非常に曖昧なんですよ。で、第一ね、岡田克也さんは、正直すぎるんだけど、沖縄問題、今実は自民党安倍内閣が一番問題なのは沖縄問題だと思います、辺野古の問題。ところが岡田さんは早々と、実は普天間基地は辺野古に移設ということで自分たちは賛成だと言い切ってますね。とね、でさらに面白いのはね、民主党が、岡田さんが辺野古だと言い切ってる、それに対して民主党の何人もに聞くと、あんなこと言わなくてもいいのに、民主党自身が曖昧なんですよ。ね、で加えてあれですよね、例えば憲法改正、特に9条改正を巡ってもね、はい、長島さんなんかを筆頭に、やっぱり進めるべきだっていう意見の方もいるっていうね、わけのわからない状況になってますよね。長島さんとかね、前原さんとかね、はい、辺は、いやだから、そこのところは民主党がどうするんだっていうことが ね、曖昧ですね。決められないっていう状況は続くんですか、それとも割れてしまうっていう。そうでしょう、やっぱり本当なら推移としては割れるんだけど、民主党が割ったらね、どうしようもないと、ここでは民主党みんな一致してるんじゃないですか。自分そこ、そうそう、民主党の中で、割らないっていう意味ではね、どうですかね、また昔の名前出ていますじゃないけども、岡田代表でね、果たしてその国民の信頼っていうのはこれ回復、支持率の回復ってできるんでしょうか。僕はね、民主党がやっぱり若返る必要があると思うんですよね。で、ところが一つは労働組合ですね、連合ですよね。連合がやっぱり民主党が変わることに不安を持ったんですよね。あの時岡田さんの対抗馬は細野豪志だった。僕はどっちかっていうね、細野豪志になった方が若返った方がいいと思ったんですが、連合が岡田だったんですね、私のですね、高校の一級先輩が馬淵澄夫なんです。あ、これは面白い人ですね。 で、まあ、それも高校時代からずっと同じ不良仲間だったもんですから、あれは正直で面白いですよ、だから応援しろ応援しろって言われて、応援したくないんだけど応援させられてるんですけどね、こういうことで言ったことがあるんですよ。3回生4回生の時に代表選に出ると、要はその、ね、民主党および、ね、組合の方から、上の方からね、馬淵だけは要するに支援してくれるんだと、あとは誰でもいいと、で なぜならば、そうすると3回戦の時は4回戦以上が1兆上がりになっちゃうから、うん、4回戦の時は 5回戦以上が1兆上がりになっちゃうから、馬淵だけは応援するなっていうんで、その当選回数の古い人たちが、今度も細野がそうなんですよ。細野は多分44かなもんですね。でね、だから、まあ、細野が代表になると45歳以上がもうなくなっちゃうという場所はね、だから細野だけは応援するなっていうのは45歳以上の合言葉だったんですね。そうするとね、要するに党を変えるとか再生するところよりも自己保身に走ってますよね。一種言っちゃうけど既得権益なんですよ、もう 今現在議員でいることの既得権益を守るってことになってるんですね。そうするととてもじゃないけども自民党に対する勢力とはなり得ない
うん、なってほしいですかね、いやなってほしいし、そこを超えていかないとなれませんよね。本当はね、石原茂なんてのはね、本当は反安倍の太鼓判になるべきなんです。最近のこの右傾化ってのはどんな風にご覧になってこれはね、右傾化は僕は安倍さんの右傾化じゃなくて、日本がどんどん右傾化してる。もっと言うと